はい、皆様こんばんは。 MC ウィリアム王子です。そしてはい、MC のルカタマです。あ、ルカタマさん今日は MC ですか？そう、はい、やった。今日今日ルカタマさんなんとお誕生日ということで。あ、そうなんです。はい、はい、多分今11時23時なんで、うん、もうあと1時間で過ぎますけど。覚えててくれたの、はい、ありがとう。おめでとうございます。ありがとうございます。八木橋もこの間誕生日だったですよね。八木橋も誕生日で、うん、はい、です。何歳になったんですか？18。あ、はい、ありがとうございます。はい、ね、今日のね、はい、ゲストがなんかもう私のお誕生日プレゼントみたいな感じです、うん、本当に。だからたまちゃんに MC をやっていただいたんですよ。本当ですか、はい、ありがとう、嬉しい。はい、じゃあたまちゃんの方からゲストの方お呼びしていただいていいでしょうか？はい、はい、本日のゲスト、デスラビッツの部長。部長どうも、部長です。たまちゃんおめでとう、誕生日。あ、ありがとうございます。1時間早いけどおめでとうじゃあ、あと1時間で終わっちゃうの、誕生日が。そう、あれ、じゃあこれ聞いてるうちに、あ、これ聞いてるうちは無理だね、うん、じゃあ終わったらおじさんとどっか行こうよやばい、どこ連れてってくれるの？夜景の綺麗なとこ行こうよ。え、そう僕も行きたい。ほいほい、おじさん大丈夫ですおじさんはいらないどうもです、アイドルグループデスラビッツの部長です。よろしくお願いします。今日はあのね、お忙しい中。いや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 、何を何を。だってもうあとよ、今日水曜日か、木金土日、日曜日でもうラストライブじゃないですか。え、何の？何どこの？この意外な展開。そうですよね。冒頭からすごい。そう、初めてね、放送聞いてる人は何だろう、こっちは分からないと思うんですけども、うん、あの、ね、部長が所属しているデスラビッツっていうグループなんですけども、はい、8年間、約8年間、メンバーチェンジ、メンバー卒業、メンバー導入なく、活動したんですけども、4日後の20日、6月20日に、なんとゼップ羽田で、ラストライブということで解散になります。あ、すみません、あの、原稿には僕がそれを読む。これね、ちゃんと言っとかないとなと思って、ね、説明していただいてありがとうございます。そうなんですよ、ね、8年ですよ。うん、私もう最初にハマったアイドルさんがデスラビさんだったから、もうびっくりした時に解散。このリップサービスは嬉しいな。嘘でも嬉しいな。うん、本当本当に。だってね、あの、八木橋と一緒に、はい、牛のフェスの時とかに最前列で見たりしましたよね。懐かしいですね。ありがとう。そのご縁もあって、確か去年の今頃かな、1年ちょい前にもね。そうです、去年の7月ですね、はい、この3人で、うん、こちらの番組ね、はい、放送しましたけど、ご覧させていただきましたよ、ね、去年その3人で放送して、じゃあ来年もこの3人でやりましょうっていう話だったじゃないですか、はいはい、まさかこうなるとは、ね、はい、しかもこれ、ね、誕生日当日にっていうのは、ね、ウィリアムさんの愛ですね、うん、そうですね、ありがとうございます、うん、ウィリアムさんって言っていただいてちょっとヤギ橋って言ってる、ユカタマちゃんはヤギ橋って言ってるけど、一応ウィリアム王子ですからね、はい、はい、そう、忘れてた。 MC 名ね、あのツイッターでもバンバン名前さらされてるんででもアカウント名がもうヤギ橋なんですよ、まあ、そうね、最近アカウントね、ウィリアムにしたんですよ。変えたの、うん、そうなんだ、知らなかった、うん、でもありがとうございます、バンバンさらしていただいてねー、ね、部長、あの、はい、ね、最後ということで。そうですね、来週もあの僕の放送あるんですけど、来週は出ない。いやー、はい、残念ながらね、やっぱり6月20日でね、うん、デスラビッツプロジェクトは幕を閉じるん で、ね、うん、はい、それ以降ね、部長ももういないんですよ。いないですよね、いない、うん、そうなんです、あの、ソロの活動とか別のっていうお話もなきにしもあらずだったんですけども、うん、やっぱりここはデスラビッツがね、終了したっていうことをちゃんとね、節目にして、ですね、それこの活動もないんで、はい、申し訳ない、今日限りのラジオ出演、うん、残念、もうマジ今泣いちゃいそう、本当にラストライブの前に泣くな泣くな、まだまだ泣かない、まだまだあと4日後だからね、まだ泣かないもしかしたらあのメディア的にも、うん、この放送が最後かも知れない、知れない、まだスケジュール、
分かんない、まだね何とも言えないところなんですけども、できればやっぱり地元である鎌倉のね、この FM でぜひともね、はい、まことじゃのもありつつ、うん、まあでも言うてもね、最後のお話よりも最後に向けてっていうお話も今日できればなと思いますんで。そうですね、はい、はい、いろいろ聞きたい、はい、ということで、あの20日で最後ですけど、はい、今のお気持ちは。いやー、結構真面目なトークなんですね今日はね。まあ正直ね、アイドルを8年やらさせていただいて、うん、部長的には第二の青春を謳歌させてもらったなってありますね。でやりたいこともまだまだあったし、あの時こうすればっていうのはやっぱり正直ゼロじゃないんですよ。うん、ただそれを言っても始まらないと思うし、やっぱ最後はデスラビッツらしくちゃんと笑顔でステージをして、でお客さんにありがとうっていうのを伝えられればなっていうところですね。ね、本当に、でもなんかもうすごいじゃないですか、この異色なメンバー構成で、8年間で、だってもうそのゆずちゃん、かにちゃん、えみちゃんの3人だけでも、うん、もう超可愛いし、うん、歌も踊りもレベル高いのに、うん、なぜかそこにおじさんが1人、うん、もう、ね、なんでですよ、まさに。そうね、ありがとうございます。曲の宣伝もありがとうございます。なんですけど、まあ、私はそこにハマっちゃった1人なんで、うん、結果的にそう、本当に部長って愛されてるし、うん、で、うん、メンバーさんに他さんにもね本当に素敵でっていうの、なんかもったいない気持ちが本当にすごい強いんですけど、うん、ね、でもどうですかね、なんか、うん、一番なんか今までで印象に残ってる出来事とかってありますか？印象に残ってること、うん、あ、思い出すといっぱいあるな、総務のように、そう、なんとここにね、八木橋が用意してくれたこのウィキペディアを印刷してきた経歴、業歴、そう、5枚6枚ぐらいありますよ、すい、はい、ファンの方が作ってくれて本当ありがとうございます ね、うん、ね、愛ですよ本当に。ちゃんと細かくね、本当はこれ事務所がやらなきゃいけない仕事をお客さんがやってくれるっていうところで、ね、本当ありがとうね、新さん ね、ありがとう。でもそう、オタクたちはそういうところにマジであの力を発揮するんで、本当に愛です、うん、愛がいっぱい詰まってますよ。そうね、いっぱいあるな。例えばあの、うん、第2次うさぎ大戦をリリースした時に、はい、部長が制作した収録、はい、ボツツボパンの歌ありましたね、そういう歴史もね。パンの歌、これどうしたんですか？はい、これね、あの、うん、ビレバンカードでの購入者限定で確か作ったんですよ、うん、ただあのプロデューサー的にも結構ハードコア色が強かったんですよ、うん、なのであのデスラビスじゃ出したくないと、うん、でもお客さんに何かありがとうを伝えられるっていうのと予算をかけないでできるって言ったのは、うん、そういうことしかなかったんで、うん、じゃあ作りますよっていう話だったんですよ。だ、持ってる人は持ってるから、あの、うん、ファンの人にすいません、パンの歌持ってますかって言えば、うん、多分コピーしてくれると思うから。あ、本当ですか？もう聞いたことないもん。部長もデータないからね今ね。パソコンクラッシュしてどっかに消えちゃったからね。本当に大変だった。大変なこともあったんですね、やっぱり。これあのアルバムジャンプに、はいはい、ね、収録してほしかったです、ね、いやまたね、いろいろあるよ。本当にあ、でもアルバム、そう、私あの鎌倉に来るまでの間、はい、ずっとね電車の中で聞いてたんですけど、うん、もうね素敵、本当に、うん、じゃ最初のさオープニングも今のオープニングでも歌ってたけど、はいはいはい、なんかもう盛り上がるじゃないですか、気分上がるし、うん、からの1曲目一瞬で、はいはいはい、ですよね、うん、なんか音がめちゃめちゃ良くなってる気がしたんですけど、気のせいですか？素晴らしい、さすが、うん、さすがね、ミュージシャンではもうあるルカタ様さん、あのね、はい、お金かけてるよ。いやそうですよね、なんかちょっと変な話だけどお金かかってるなって思いました、うん、そう、やっぱりあの最後エンディングを迎えるグループって雑になるとこもゼロじゃないじゃないですか、うんうん、いらっしゃるけど、やっぱりデスラビッツは最後までちゃんと全力で走ろうっていうんで、はい、そこまでね、あの計画しっかり立ててもらって、うん、大人のいろんな力が働いて、うん、あそこまで高性能なあの完成度の高い作品を作らせてもらいましたね、うん、ね、本当素晴らしいですよ。であの曲もねたっぷり入ってるんですよね。うん、そう、しかも A 版 B 版もちゃんと作ってもらってね。うん、最後に回収するモデムなのかなと思ったら、うん、いろんな人にいろんな違う表情を届けたいっていう意思もあって、うん、A 版 B 版にさせてもらったりっていうのもあって、うん、ありがとうございます本当に ね。やっぱりそのグループ始めてからで、うん、どんどんあのボーカルもすごい技術が上がっておりますし、うん、ね。そうね。うん、あのやっぱりデビューの時は小学校6年生中学校1年生、うん、そのぐらいだったんで、やっぱり
ちゃんとした歌を歌うっていうので精一杯だったんですけども、うん、やっぱ月日重ねるごとに自分の気持ちだったりその歌詞の意味を分かって表情をつけることができて、うん、そういうところもね、あの今のデスラビッツが凝縮されたラストアルバムジャンプですね、うん、僕はあのジャンプであの東京の隙間エミちゃんのソロ曲、あれもうすごいいいですよね、うん、本当ね、あのちょうどエミちゃん福岡から出てきて一人暮らしの人なんですけども、うん、あのその彼女の心境をね歌った歌でね、うん、グッとくる、うん、ぜひねあのアルバムもしこの放送を聞いて購入された方、東京の隙間歌詞カードを見てね聞いてもらえるとね、うん、あこういう意味合いだったんだ、こういう思いが込められてるんだってなると思うんで、うん、ぜひ聞いてもらえればなと思います、あの比較しちゃいけないんですけど、うん、あの海猿っていう映画あるじゃないですか、はい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 、あれのあのなんていうか曲、うん、週なんていう挿入曲なのか、はいはいはい、あの伊藤優奈さんの、あ、はいはいはい、うん、あの伊藤優奈さんの声に似てるなと、おいおい、ゆみちゃん聞いてるかなこの放送、言われてるよ、おじに、はい、そんなところであのね、東京の隙間をかけると思いきや違うんですね、はいはい、1曲目あの部長曲振りお願いできますかね、はい、それではデスラビッツアルバムにも収録されてるんですけども、ラストの配信シングルになりました、無視するな君の色は君で決めればいい、はい、エミちゃんの歌がすごくいいっていう話だったんですけど、はいはい、ゆずちゃんかりんちゃんの話も言ってみましょうか。いや特にないんですけどね、特にいいわけがないじゃないですか。ゆずちゃんだってリーダーでしょ。いやあのね、あのゆずさん今のね、うん、あの曲も聞いてもらえば分かると思うんですけども、はい、個人的にね、うん、ゆずさんが一番ね色っぽくなった。あそう、なんか男性の同じメンバーが言うとちょっとあまりよろしくないのかもしれないけど、うん、逆にやっぱ女性として成長したからこそ OK だと思うんですけど、うん、声とかに色化が出てきたんですよね、うん、そう、それね聞いてもらえれば分かると思うんですけども、すごくね、うん、あの少女から本当に、ね、大人の女性になったなっていうのが一番如実に出てる、うんうん、そこはね彼女はそのやっぱりリーダーとして責任感もあったし、うん、いろんな中継しなきゃいけないっていうのもあったから、うん、そういうのも加味した上で一番大人なのかな本当に、うん、内面的なのがそれがやっと歌の表現にも出てきたかなと思って、うん、素晴らしいなと思います ね、やっぱなんか芯がある感じがしますよね、うん、すごく、そう、だそれに相反してかりんちゃんなんですけど、これはねすごくね褒めてるんだけど、うん、本人に前言ったらね、うん、それってディスってるんですかって言われて違くて、うん、あのね変わらないんですよ、うん、いい意味で変わらない、ね、あのちゃんとねスキルとしては成長してるんだけど、うん、彼女の持ち味であるあのほんわかした雰囲気と声のトーンっていうのは全く変わらなくて、うん、それはこのコンテンツ、まあ、をやる人間としてはすごく嬉しいことで、うん、ずっとそのキープできるっていうのはねすごいなっていうのはかりんちゃんなんですよね、うんうん、ただやっぱりかりんちゃんもかりんちゃんなりにその歌の表情だったりとかダンスの振りとかあと MC トーク力とかも全部スキルアップはしてるんで、うん、さすがだなと、うん、でもかりんちゃんは本当変わらないところがあれはすごいなと思ったね、うん、逆を言うと小6中1でもう完成されてたからすごいですよね、それはすごいな、はい、キャラクター持ち味が完成されてて、なかなかないですよ、その10代前半くらい中盤くらいでも完成みたいなのって、だ当時から番組出たりとかこのステージで登壇したりとか結構あるじゃないですか、うん、その時もかりんちゃん振られると大人が予想つかない一言絶対言ったりするんですよ、うん、そういうのが今でも続いてるし前からあったっていうのは本当かりんちゃんのすごい武器だな、うん、あかりん聞いてるからすごいんだぞ、褒めてるんだからなこれそうだからもうそのもうバランスが絶妙なんですよ ね、きっと、そうね、ボーカルのエミちゃんでダンスのゆずちゃんで、うん、アイドル性のかりんちゃんと、うん、いや本当にもったいないですよね、いやーねー、まあ、例えばもっと早い段階に海外展開を狙ってありだったりとか、うん、そうね、あと売り出し方を変えたりっていうのもなきにしもあらずだったんですけどね、うん、でもまずはその日本で基盤を固めてっていうところにコロナが来ちゃってたから、うん、ほんと大変ですよ、っていうか、まあ、デスラビだけじゃないけどね、いろんなグループさんがもう ね、今大変ですよ、ね、厳しいですよね、うん、もうツイッター開いてエゴサしてるんですけど、うん、どっかのグループからお知らせがありますっていうワードを見るたびに、うん、嘘でしょなんだろう、うん、でもたまにちゃんとあの新メンバー加入だったりとか、はい、新曲発表ってのがあってほっこりはするけど、うん、でもやっぱりこの時期ね、うん、解散卒業だったりいろいろありますよね、ねえ、うん、やっぱりそうですよね、某
某アイドルグループなんて解散とかに言わせないでいきなりステージ中に本番終えたらもうそこで終了みたいな、うん、あそう、うん、びっくりしましたあれは。名前は言えないけどね。言えないけど、うん、そういろんなものやる。でもあそこいやすごかった。潔いですよね、うん、すごいよ本当に。そういうやり方もあるんだなと、うん、でも部長あの、うん、アイドルの解散にすごいツイッターですぐ反応しますよね。そうね、うんうん、部長まあ、約9000人フォロワーいるんですけども、うん、部長の名前を知ってる人はアイドルを知ってるじゃないですか、うん、でもその他のグループのことを知らない人も絶対いると思うんですけど、うん、そこに対して部長が発信することで、うん、あのグループ解散しちゃうんだっていうのが知ってくれたらなっていう、そういう恩返しでもあるんですよね、うん、そういつの間にか解散したっていうの部長も経験したことあったんで、うん、そう、その時誰か一人でもリツイートしてくれればいいかなと思うんで、うん、まあ、この放送を聞いてる人はこの放送聞き終わった後に部長のツイッター追っかけて、うん、620解散ライブっていうリツイートしてくださいね、はい、お願いしますよ本当にリスナーの皆さん。でも部長あの100日目でアイドルを辞めるおじさんじゃないですか、はいはいはい、もうこの解散20日解散ラストコンサート終わったらどうなっちゃうんですか、うん、死んじゃうんですか。ね、20日死んじゃうんですか。死んじゃうんですか。20日に、ラストライブでその翌日に一応終わるように日付が計算したんですよ、うんうん、なので6月21日にはお客様への感謝だったりとかその時の情報とかも多分流せられればなと思うんですけど、うんうん、それが終わったら多分ねあのつぶやかないですね。あ、つぶやかないですか。そう、下手にねこのデスラビッツっていうものを汚したくないっていうのは僕個人的にあるんで、うん、本当にありがとうっていうのは伝えられたらそっからもう部長っていう人間がつぶやくことはないですね、うん、そっか、ある意味死にます。死にますね。死にます、うん、はい、アカウントは残りますか。アカウントはね残すは残すんですよ、うん、一応歴史と思い出っていうところで、うんうん、ただ、6月21まででね、うん、デスラビッツの部長さんは、うん、滅するというところでございます、うん、いやこれはそれで潔くてかっこいいです、うん、そうね、うん、あとね僕はあの、うん、大坪ケムタさん あの動画配信、はいはい、あのナノモラルのパセリさんと、はい、パセリちゃんと2人会あったじゃないですか、はいはい、それでパセリちゃんがあの、うん、部長はあのメンバーを親目線で見てますかっていう質問あって、部長はあのなんと先輩としてメンバーを見てるって言ったんですよね、うん、そうですね、素晴らしい。そうだったんだ、うん、単純にその僕より芸歴があるっていうのもそうなんだけど、やっぱアイドルのシーンでずっと活動してた彼女っていうのは永遠に先輩なんですよ。うん、で僕もバンドは経験したり違う畑は経験したけど、それはそれの知識でしかないから、で僕はもうアイドルの方に入らせてもらったっていうのがあるんで、そこはやっぱり3人には頭上がらないし、永遠に先輩ですね。そういうことだったんだ。うん、私もそれずっと気になってたんですよ。うん、そう、でも、まあ、きっとちょっと、まあ、その3人の女の子たちのメンバー守ってあげなきゃいけないっていう気持ちも、まあ、絶対あるじゃないですか、うん、し、まあ、絶対もう部長はなんか何か起きてもこう守ってくれ、責任を負ってくれそうみたいな風なイメージはやっぱあったんですけど、うん、その今の先輩目線っていうのを聞いてすごいなんか納得しました。うん、あ、そういうことかって思った。大事ですよね。でも そうね、そういうリスペクトの感覚とかがあるのって、うん、ね、じゃあ部長は愛するです、はい、ラフィッツ、はい、ということで、うん、曲振りお願いします。はい、そうですね、はい、今までの全てのデスラフィッツのいろいろをこうグッと込めた愛しい曲です。聞いてください。 I love Death Rabbits。 部長もう泣いても笑ってももう、はい、あとカウントダウンは始まっておりますがですね、はい、最後に向けてね、うん、ぜひこの曲を聴きのお客様もね少しでも Death Rabbits 興味持ってもらえればなと思いますので、皆さん、うん、ラストは会場で会いましょう。はい、はい、ラストライブはこう、はい、どんな感じはちょっとまだ言えない。いや、あのこの番組を聞きのお客様には言うんですけども、はい、長尺です。長尺、はい、はい、まだね最終調整はすると思うんですけども、うん、まあ、過去一長いライブだし、うん、あ、そういう展開なんだっていうのはちょっと驚くと思いますね、うん、ただやっぱりあの泣いちゃう人もいると思うんですよ、うん、もう二度と会えないからね、うん、でもその時の涙はぐっとこらえて、うん、終わるまでは目に焼き付けてもらって、帰りの電車、帰りの家帰って枕を濡らすくらいで、うん、はい、楽しんでほしいなと思いますね、うん、多分部長は泣きますね。
何その予言どうかな、まあね、どうかな、やっぱりおじさんだから涙もろいとこあるけど、うん、最後はその来たお客さん一人一人の顔をしっかりと焼き付けたいなってのもあるんで、ぐっとベロを噛んでぐっとこらえます。ベロ噛んだらしい。めっちゃ我慢してる。泣きそうになったらぐって噛んで。そう、でも部長はね泣いてる場合じゃないですからね。そうね、ね、はい、そう、でも、ZEP 羽田、はい、新しい会場で結構大きいですよね、きっと。すごい大きい。本当はねそこ満帆にしたかったんですけども、やっぱりね今の状況なんでね。なのでどんな延長宣言とか出ても、うんうん、会社できるようにっていうのであの箱を選んだっていうのもあって、カツカツですわ、うん、リアルな内情が、ね、そうだ、パセリちゃんがあと、はい、部長、ディスラビッツのメンバーとか部長 の、 そのお客さんの歓声を聞かずに終わってしまうのが本当に残念だって言ってましたね。いやでも分かんないよ、この4日以内にコロナ沈静化しましたって発表出たら声出し OK になるかもしれないから、うん、確かに。でも20日まで緊急事態宣言なんですよね。分かんないよ、1日巻きで終わりますっていうわけじゃないからね。巻きで声出し OK になる、数字一桁になったんで終わりますって。ま、巻きで収束っていう。どんな国だっていうね。はい、はい、そうですよね、やっぱそれも醍醐味ですからね、はい、いやでもそれなくしてもきっと楽しいライブ最後にですね、はい、約束しますんで、はい、楽しみたい。でも部長は20日当日の朝、はい、どんなか気持ちなんでしょうかね。いや戦場に向かう男でしょうね。間違いなくやっぱりここはライブっていうのはいつも戦いでありね。はい、でも私は当日の朝また伊豆ちゃん、恵美ちゃん、かりんちゃんのちょっと可愛いツイートをやらかしちゃったツイートを期待してます。いつもバタバタだからね、メンバー当日ぶつけた、忘れた、乗り越したみたいな。ちょっとそこにも注目しちゃって。今回は大事だと思うけどね。本当ですか。ね、このデスラビッツっていうね、アイドルグループが幕を閉じてしまうわけですよ、はい、うん、ね、この7年間8年間の8年、部長はなおさらね、お年召されてるんで感慨深いです。そう、ね、まだもうメンバーは若いからこれからっていう、お年召されてるって言っても八木橋ほどじゃないんですけど。実は僕のが上ですけど。そうですよね。まあ、ただやっぱりこう何かの終わりがあるってことはどっかで何か始まると思うし、デスラビッツっていうその歴史は残ると思うんで、ぜひね、アイドル活動する、アイドルを応援するっていう人はそのデスラビッツでいたんだよっていうので、それを何か糧にしたりだったりとか参考にしたりっていうのをしてもらえればな、本望だと思うんでね。はい、ぜひ名前を忘れないで皆さんも最後までついてきてもらえればなと思います、はい、では最後にリスナーとディスラビ軍のファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、はい、というわけで、4日後6月20日には、もうデスラビッツ最後のライブでございます、この時までね応援してついてきてくれたファンの皆さん本当ありがとうございます。そしてね、鎌倉 FM さん、部長もね地元ということでね、出演させていただいて本当ありがとうございます。これをきっかけにね、鎌倉 FM もそうだし、デスラビッツのこともちゃんと思い立っててくれればなと思いますので、皆さんね、本当ありがとうございました。おじさん嬉しくて、部長が。よよよよ。でも部長待って、はい、最後に部長にプレゼントがあるの。うん、何それ。私と八木橋から。酒ですよ、酒。マジで酒とつまみを。すごい。マジでありがとうございます。はい、うん、これちょっと後で写真撮って、はい、ツイッターに載せましょうね、はい、ありがとうございます、はい、これで20日のライブ頑張ってください、はい、本番中に飲もう、はい、ダメ、本番中ダメよ。ありがとうございます本当に、はい、はい、ということで MC はウィリアム王子と、はい、ルカタマでした。そして今日のゲストデスラビッツの部長でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。またね。